診断書作成支援のための皇族分候補の掲示で提示方法の検討と題しまして、長岡技術大学の松本が発表させていただきます。背景としまして、電子カルテ化の普及があります。これは2014年から2015年比で、3.3% 増しの 27.8% となっております。そして、医療文書作成の負荷、これは電子カルテ化の導入にもの有無にもかかわらず、医師にとって最も負荷が高い関節技業務は医療文書の作成であるという報告が挙げられています。このため文書作成の負荷軽減が求められています。医療文書作成支援の現状としまして、この2通りのテンプレート型、リコメンド型が挙げられます。テンプレート型は穴埋め形式で、テンプレートを利用し、そこに必要とされる語彙を入力して文章を作成していきます。リコメンド型は入力文に対して次に続く文、自分の順位付け候補集合を出力し、それをユーザーが選択して文章の作成を行っていきます。このリコメンド型システムの一つにワイズリーディングが開発しているワイズチェーンシステムというのがあります。これはリコメンド型のシステムで、主に2つのコンポーネントから形成されています。1つに入手するコンポーネントと、もう1つが自分候補リストになります。これは、入出力コンポーネントに文章を入力し、自分候補リストが更新されます。そしてこの自分候補リストから文を選択することにより、入出力コンポーネントに入力されます。そして入出力コンポーネントが更新されたために、自分候補リストが更新され、新しい候補が生成されます。このワイズチェーンで使われているアルゴリズムとしまして、主に2つのアルゴリズムが挙げられます。1つに文字分類自動、これは文中 A と文中 B の内容語に基づく類似度を使っています。もう一つが用例ベースで、事前に取得している、文章よりその次に続く文を、候補として扱っています。ワイズチェーンシステムの問題としまして、順位付けの問題が挙げられます。自分候補を、より自分候補中より、より関連度の高い自分が下位に順位付けされることがあります。これは、関連度の高い分というのは、例えば入力文に心臓に関連する文が、入力されていることに時に、候補としても、心臓に関連する文が、要求されます。しかし、こちらの例のように、その心にハイライトしているような臓器に関する、心臓以外の臓器に関連する語彙が、文が、上位には、この、冠動脈に関するより、冠動脈より心臓に関連する、文より上位に来ていることが挙げられます。このため本研究の目的としまして、用例を用いた 分予測システム改善を行います。関連度の高い、これは関連度の高い文を上位に引き上げることを目的とし、関連度の高い文の抽出方法としまして、テキスト解析の改善、医療用語の表記頻度をもとに候補生成を行っていきます。関連研究としまして、医療文書作成支援の研究は多くなく、製品としての開発が多くあります。医療文書生成のタスクは文生成に主軸として研究されているのが、あります。自分の予測は、多く研究されておらず、入力他などの単語予測の研究があります。
システム全体図として、今回、構築するシステムの全体図としてこのようになっており、ここで扱う、このシステム全体で扱われるデータについて話をします。今回使うデータは、医療文書データ。これは放射線画像より読影された診断書、その取得したデータとして、今回使うデータのサイズとしましては1万3000文書、その文書単位での分数としましては平均10分、そして全体の、分子類数は2万5000分あります。この、背景として、この、データを使って、文章文候補を生成、文候補の生成を行うのですが、その背景としまして、各文に医療用語が、含まれており、その医療用語による、N グラムモデルを構築して、その N グラムモデルより、文の候補を構築します。このシステムの、用語検出についての説明を行っていきます。用語検出において、既存の、ツールを使ってテキスト解析を行うのは、難しく、こちらが、メカブを使ったテキスト解析の結果となり、このように、細かく分割されてしまいます。そのため、このテキスト解析の精度を上げる手法としまして、辞書の拡張、そして、検出器の構築が挙げられますが、今回は、辞書の拡張は、高コストのために、検出器の構築を行いました。検出器の構築としまして、系列ラベリング、系列ラベリング問題 として捉えて、CRF 手法で、検出器の構築を行いました。この CRF を用いた、理由としましては、メッド NLP などで、高精度の結果を残しているために、今回その手法を用いました。データ構築ですが、今回、扱う、検出器の構築に際して、データ構築を行いました。それは、さっきの、文書から2000文ランダムに選び、それにタグの付与を行いました。で、付与した、タグはこのようになっています。この検出器の、検証実験を行いました。検証実験では、2000文での10分割交差検定を行い、結果として適合率 92.5%、 再現率 92.6% という結果が得られました。このシステムの予測モデルについての説明を行います。予測モデルは、文内に含まれる用語を、抽出し、その抽出された用語の直接集合を構築します。そしてその直接集合からバイグラムまたはトライグラムの構築 を抽出し、それらの頻度を測ります。
それをもとに予測を行いますが、入力分の、予測手法としまして、入力分における、医療用語を抽出し、その医療用語が N グラムの第1要素に含まれている場合のエントリーを抽出し、次に、含まれる、次の要素に含まれる用語が含まれる分を、持ってきます。これより、候補を、生成します。入力文に2つ以上の、医療用語が含まれている場合は和結合で構築を行います。実験と結果です。実験は、13000文章十分割拘束検定で、行い、検定を行い、評価を行いました。設定としましては、1文ずつ読み込み、自分を正解文として設定しています。ベースラインとしてワイズチェーンシステムを利用し、このベースラインは50文章379文に対しての評価を行いました。評価としまして、平均逆順位と、全体被覆率プレシジョンアテーヌを利用しました。この平均逆順位は、それぞれの評価は、数字が大きいほど良いとされます。結果がこのようになります。被覆率とし全体被覆率で、提案手法が、向上していることが挙げられます。平均逆順位においては、ベースラインは遠く及ばずの状態です。ピアと N においても同様です。考察としまして、バイグラムモデルにおいてカバー率の向上が認められました。しかし、画面内での被覆率は、ベースラインを超えることができていません。これは陽 N グラムの頻度ベースとなるために、同用語系列の、入力においては同じ出力が生成されたんだと考えられます。まとめになります。本研究では分野付きモデルの改善を行いました。改善点は CRF 手法を用いた陽検出付きの導入、検出付きの精度は 92.5% であることができました。分野付きでは全体被覆率においての改善ができました。しかしさらなる改善が、必要とされます。以上で発表を終わります。